こんばんは、皆さん。そう、皆さんのお住まいの地域だったり、皆さんご無事でしょうか。私餅食べてないですね。餅何個食べた。今年はお餅を食べずに新年を迎えました。お、大吉だ。お、大丈夫ですか皆さん。私はそうですね、おせち料理の写真。今年私おせち食べれないんですよ。去年もね、そう、去年もおせちを食べれなかったのですが、今年もおせちを食べれず新しい一年を迎えます。お、無事でした、よかった。昨日の公演ね、そう、誰かといたいを披露させていただきました。ありがとうございます。なっちゃんの正月配信といえば瓦そば配信を思い出す。確かに瓦そば、おせち料理私超大好きです。おせちに入っているもの全部大好きなんですけれども、そう、もう親戚の集まりは私がいないところで終わってしまいました。お、昨日の公演終わりみんなで初詣したよって。お、そう、初詣というか、初詣で、そう、あ、でもね、ちょっと栗きんとんが苦手かな、おせちは。お餅はね、焼いた餅が好きです。でもな、お雑煮のトロトロの餅が好き。あの、なんか私は両極端なのが好きで、なんかもうお餅はカリカリにもうちょっと焦げる寸前ぐらいすごくよく焼けてるのが好きで、お雑煮に入っているお餅はもうトロトロに形がギリ保たれとるぐらいの超煮込まれたやつが好きです。黒豆とか、なんかね、ちっちゃい頃私黒豆苦手だったんだけど、なんか大人になるとさ、なんかこう塩味の多い、やっぱおせちってさ、おせち料理に入ってるものって日持ちしやすいためにさ、塩気が多いものがいっぱい含まれてるからさ、なんか黒豆みたいなさ、甘めなやつ欲するよね。栗きんとんはね、ちょっと甘すぎる。その中でも栗きんとん甘すぎるっていう、そう、甘すぎるっていう部分でおせちは食べれず。でもね、あのね、おせちを頼むときに一緒にね食べるね、毎年楽しみにしている、そう、そのおせちを毎年購入しとるところの料理屋さんの巻き寿司を、そう、おじいちゃんが私のために、そう、みんなでおせち食べる前に頼んどってくれとったみたいで、それを食べたので、なんかすごいおせち料理食べれた気分にはなりました。配信ありがとう。いえいえ、15分だけにはなりますが、ちょっとみんなのね、みんなの安否確認をしたかった。そう、くれぐれもね、そう、まだ余震とかもね続いてるので、地震速報があった場合はこの配信をすぐに閉じて自分の命を優先してください。
や本当にそう、昨日の公演終わって驚きました。こんばんは。顔見れただけでも嬉しい、ありがとうございます。SNS もなかったから不安やったわーって。そうよね、やっぱりさ、なんかあれですよね、なんか安否確認を SNS でこう撮ったりする時代になったんだなと思って。私も公演終わった後にそのニュースを耳にした時に、で SNS をバッて開いてみたら、そう SNS がそういう安否確認の情報であふれかえってたので、私たちがむやみにね、そうツイートしたりすると、そういうのがね、そういう大事な情報がね流れて行っちゃったりするから、昨日はね、昨日は SNS 各種をお休みしました。少しずつですが、再開していきます。はい、自粛ってやつです。言わずとも分かりますから、ユキヨ、そうありがとうございます。そうそう、昨日は前半後半での出演だったので、あれだよね、そう公演中に公演中にさ、後半、私後半のメンバーだったからさ、そうあれみたいな、全然なっちゃん出てこんやみたいな感じでみんな思っとったと思う。65分もあったんか、私が出るまで。そう、でも後半たくさん出ました。誰かといたい、久々にやりましたね。え、そう、昨日のさ、昨日の公演さ、めっちゃ下手のね、下手の最後列にね、寄せ鍋隊がね3人いたかな、3人ぐらいね固まっちゃってね、すごってなった。みんなそこ、そのみんな連番で撮ったってぐらいの、そうでもたくさん黄色と緑のペンライトを見つけられて嬉しかったです。そう、ユニットの時もすごい黄色と緑にペンライトを変えてくださる方がいたのでよかったです。そう、最高列までしっかり見えてるよ。ナベンチュって書いた帽子、おね、すごいと思った。こんばんは。そうそうそう、あの STU の7周年のツアーも決まりまして、7周年を記念したライブツアー、山口県でも開催されて、しかもさ、周南文化会館、めちゃめちゃ名だたるアーティストさんが来られとる会場で、山口県の公演は開催されるので、すごくありがたいことだなと思いましたね。なんか全員、全部の場所全員出演できるのかどうなのかは分かんないけど、
出れたら嬉しいな。満席にね、満席にしたい。そう、周南文化会館とか、私のね、私の大好きなウーバーワールドさんっていう、ウーバーワールドさんもステージに立ってる場所だから、なんかすごいよね、ステージ側から見れるの、主語ってなる。楽屋で空気吸い込む、確かにどんな感じになっとるんだろう楽屋。周南文化会館って駅から近いですか？近くはないけど、歩こうと思えば歩けるって感じ。徳山駅。神戸はちょい癖場所なん。そうなんや。え、なんかどこだったっけ、なんかめっちゃ聞いたことある場所あった。え、レオマなんとかみたいな。愛媛もね、出たいね。そう、でもなんか20分ぐらい歩いた場所にあるんだけど、なんかね並木通りみたいな感じになってて、なんか楽しい、歩いてるの。 D-TECのライフいいよね。徳山駅から20分ぐらいだよ。いい散歩になる。愛媛は駅から離れて、お、そうなのか。そう、新幹線止まるからね。そう、新幹線も止まる駅だから、徳山駅は徒歩20分で会場行けるので、ぜひお近くの方はもちろん、遠くの地域の方も来てもらえたら嬉しいなと思います。そう、のぞみさんが泊まるのか。ぜひ愛媛に来てください。行きたいです。この前ね、ウーバーワールドさんがね、愛媛来とったけん行こうかなって思っとったんやけど、ちょっと弾丸も弾丸に弾丸すぎたので、夏希さんは泊まります。徳山駅、夏希さんも泊まります。え、20分ぐらいなら距離的には行けそう。問題は方向音痴。いや大丈夫よ。あのね、噴水がある方の出口に行って、スタバがある方の出口に行って、そのまままっすぐ進めばたどり着く、確か。違うっけ。そのまま真っ直ぐ行けばある気がするんよね。真っ直ぐ行って、あとライブがある日はだいたいなんかこう、ちょっとこうちらほら人の流れができとうけん、多分その人の流れに乗っていきながら歩いていったら、ある、あのなんかこうグネグネ行く感じではないので、多分右折とか左折とか、まあ 1,2 回ぐらいする感じやから、多分行けると。浜崎あゆみさんも近々来るの。やばいよね。あ、テロップがここ出たら配信終了しますね。出たかな。まっすぐ行ったらステーキ、あ、出ました。そう、では皆さん、配信見に来てくださってありがとうございます。では男女見ます。13位ユーノくん、12位殿下海さん、11位ゴキザリー、10位銀色金魚さん、9位山根山さん、8位秋吉さん、7位文吾さん、6位リチャさん、5位ハイキーさん、
4位おいもちゃん、3位山勝さん、2位ダッチさん、そして第1位ジトクさん、ありがとうございます。では皆様また明日は、明日の配信は何時になるか分かんないけどしますね、多分この時間帯にします。ではありがとうございます。また明日会いましょう。今年もそうだね、今年も皆さんよろしくお願いします。新年になりました、2024年もよろしくお願いします。